K4 カンパニー、よっちょれよよっちょれよよっちょれよっちょれよっちょれよ、ヨナの通りだ。おはようございます、小松翔平。おはようございます、浜健太です。おはようございます、松本拓也です。おはようございます、松山拓之です。この番組は若手声優4人が出演する番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。あ、ちょっと入ってきちゃいました。まあ今回ファンデッドのね、うん、あの企画あるじゃないですか。はい、あの企画本当に入ってます。あの企画を推し進めていく回ですよ。おお、1月の生放送でプロジェクト D 改めファンデッドアンセムの全貌がついに明らかになりましたけど、まあ、今回ですよ、今週末開催のですね、 K4 カンパニー2周年記念祭、K4 カンパニー2周年記念社員総会でもファンデッドアンセムの朗読劇を披露することが決まってるそうでございますよ。 K4 カンパニーでもやっと声優らしい姿を披露する時が来たと。いや、そうですね、あの伝説のアテレコ会以来です ね見せられたものじゃないですか。あれも声優本業っていう。ということで今回はこんな企画をお届けします。題してファンデッドコール&レスポンス、イエーイ。ウちょっと抑えてもらおうか。お、あ、はい、すいません、はい、まあ、というわけで、いや、ちょっと、まあ、キャラ設定とかいろいろ大変だから普通に言いますけど、諦めた。4チームそれぞれのコール&レスポンスを決めて、はい、社員の皆さん、改め新人ハンデッドの皆さん、そういうことですよ、皆さんにもチームの盛り上げに参加してもらおうと思います。なるほど、なるほどね。まあ、それぞれのチームのヘッドがですね、はい、今回、自分のチームのコーレスをもう決めていただきましたね。任せろよ。あ、ヘッドがね、ヘッドがね、まあ、我々1人ずつヘッドを担当してるので、うん、まあ、あの改めて言いますと、まあ、ディーバが小松、そしてハイタイドが増山さん、はい、BUH が増本さん、はい、ヨナが浜さんが担当しておりますけども、はい、まあ、これからちょっと各チームのコーレスを皆さんに教えていこうと思うんですけども、うん、ちょっと動きも今回つけていこうかなと。あ、なるほど、ね、まあ私がですね、天神コーですね、はい、なのでまあもうど真ん中ですよ。マスオンさん、増山さん、私の両端を固めてもらってますけど、かっこいい感じで立っていただいて、あ、今の感じいいんですか。いや、もうちょっとかっこいい感じにやる。じゃあ僕なんかこことかでいいんじゃないですか。腕組とかで僕こことかでいいんじゃない。そう、面白い感じすんのかっこよくやるから、かっこよく腕組とかして。ああ、ちょ、使える感じとかでもいい。シノはなんか可愛い感じも出しつつなんで内股なんだろうもうそれ決まりますよ。え、それ決まる。え、俺は、まあ、うろうろしてもらって。うろうろ、あ、はい、皆の者と皇様のありがたい何々の時のお言葉だ、うん、はシチュエーションをちょっと出してもらって。ほう、あ、じゃあ毎回変わるの。もしかして毎回ディーバーは変わります。おお、じゃあ、例えば皇様がジムから帰ってきて汗だくになってる時のお言葉だ。スポーツドリンクを用意しろ。皇様がハンバーガー店に行った時のあんまやらないあんまやらない皇様がかっこよく、かっこよくなりそうなことを俺が引き出せばいい。そうです。まず、高影がちょっとそれを言ってもらった後に、はい、新人ハンデッドの皆さん、はい、そして、あと3人がディーバ・プラディダーナと3回言ってください。ディーバ、ディーバ、プラディダーナ、ディーバ・プラディダーナ、ディーバ・プラディダーナ、ディーバ・プラディダーナ、スポーツドリンクを用意しようみたいな。あー、あー、そこでさっきの振りが出てくる。そういうことです。あ、はいはい、じゃあ準備はできたか。ああ、崇拝が足りないんじゃないお前たち皇様の乾杯の挨拶を聞きたいか。おー、いいだろう。では後に続け。ディーバプラディダーナ、ディーバプラディダーナ、ディーバプラディダーナ、ディーバプラディ乾杯。わあ、わあ、わあ、ディーバー、ディーバーで、それ知らないのやるのやめて。急にディーバーって言わないから。ディーバー、まあ、これは雛形なので。なるほど。皆さんの前でやるときはもっとバシッと決める言葉が出てきますから。なるほど。楽しみにしておいてください。おお、はい。いや、ハイタイドはね、で、まあまあ龍が真ん中におりますわね。はい、マナトがここに、はい、ズミがここにおいで、はい、イルシャはそこにしようか。はい、じゃあ、で、これ沖縄支部ですから、やはりこう海と波とか風とか自由とか
どっちかっていうとハイタイではなんかこうみんな横並びでちょリーダーではあるんだけども、なるほど、なんかみんな仲間だぜみたいな、あいいチーム、新人ハンデスのみんなも、もう同じもうイーブンな仲間だぜみたいな、めっちゃかっこいい感じでいきたいんで、すげえいいチーム、フレンドリー。まず最初に、うん、リュウが行こうぜレッツダイブって言います。はいはいはい、あこのレッツダイブっていうのは、うん、リュウはあの水泳やってますんで、あの飛び込みがね、ダイブっていうのを言いますんで、まあそういう風なんかこうみんなで一緒にこうなんか飛び込むみたいなイメージでね、レッツダイブ。そしたらマナトが満潮、満潮、ズミが絶頂、絶頂、イルが最高潮、最高潮、この潮のところを新人ハンデッドのみんなも一緒に満潮ぜ超最高超って感じで言ってもらう感じで、はい、でその後に私がそれを引き取ってみんなで自由の波に乗ろうせーのって言いますんで、みんなでハートを合わせてハイタイド、ハイタイド、ハイワイ、アレンジまだ早いよノリノリなのは嬉しいんだけどね、アレンジまだ早いよこれ馴染んできた後にやるからあれ、ひな形がまずハイタイドの時に手をハイタイドって感じで、ハイタイド、そうこれはあの波を表してるのとこのハイタッチをこう交わすみたいな、みんなあの蝶のとこでこうワン蝶で蝶最高蝶、みんなで自由の波に乗ろうせーのハイタイド、めっちゃいいじゃないですか、こうと思いますんで、かっこいい、うえーって感じなんだよ、ルーケン坂でやりたいっすね、ルーケン坂でそれ話変わってくるから、それそれ渋谷支部だから、すいません、それはあのパリピ二人がいる渋谷支部だから、やってんのね、はい、じゃあ行きますよみんな、いいですか、はい、行こうぜレッツダイブ、満潮、絶頂、最高潮、みんなで自由の波に乗ろう、せーの、ハイタイム、めっちゃいいじゃないですかこれ、かっこいい、すごい、超かっこいい、いい感じですか、え、めっちゃよくないですか、めっちゃいい、評判がいい、俺の時そういうのなかったですじゃあ三好李強、はい、DH、 まあまあ李強は真ん中で天外ちょっと前でなんかピョンコしてほしい、ピョンキャラ的にもそういうイメージなんだけど、あタクヤは飛び跳ねることをピョンコピョンコって言うピョンピョンしてほしいなっていうまたピョンコピョンコ、なるほど、はい、ピョンコピョンコしてます、はいはい、クラブ、いやもう今この配置でいいや、僕やっぱ BUH を言ってほしいので、はい、みんなで BUHっていう手をやってほしい、クラップ、クラップ、パパンパパンパン、これを3回、BUH パパンパパンパン、 BUH パパンパパンパン、 BUH パパンパパンパンって言ったら、あの李強が出てきてあのお言葉を言います、なるほど、あーもうちょっと真似してでも俺は毎回同じこと言いますいやこれ緊張すんな、いくぞBUH BUH BUH、 さあ半分死んでみようか、うん、死んでみる、お前は生きろここまでいやこれあってもいいよいいよ、毎回入れてもいいよ、まあちょっと変人グループなんで、はい、このぐらいでいいかなっていう、じゃあこう新人ハンデッドのみんなは半分死んでみようかって言われたらなんかわーっと、わーでわーっと、わー死ぬー死ぬって死ぬってなそれも難しいな、半分ハンデッド、まあまあそういう、うどたま自分の好きなお好み焼きを言って盛り上がってくれる、なるほどね、なるほどね、盛り上がってくれる、盛り上がってくれる、何でもいい、何でもいい、好きなことを言ってハンタマーでもいいよ、ハンタマーでもいいよ、ハンタマーっつもちチーズじゃあまあ最後は僕か、まあヨナはですね、うん、ちょっとなんだろう、特殊なんですよ、ちょっとよっちょれよっていう言葉を入れてみたくて、よっちょれよ、ちょれよ、よさこいで使う言葉なんですよ、おお、意味としてはどいてろどいてろ的な意味で、うん、よっちょれよ、よっちょれよ、よっちょれよっちょれよっちょれよのリズムです、でそしたら僕がヨナの通りだーって、そしたら後に続いてあー並び方なんですけど、はい、やっぱり、はい、並び方なんですけど、はい、僕の並び方は、はい、今決まりました、ジタバタ、どうするんですか、ジタバタしてるな3人じゃんけんしてみてください、じゃんけん、はい、よっちょれよ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 、あ、じゃあ1よっちょれですね、じゃあ2よっちょれと3よっちょれ決めてください、よっちょれよ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 、ありがとうございます、じゃあ1よっちょれ、2よっちょれ、3よっちょれ、3よっちょれで、僕が0よっちょれです、ああ僕はまず僕ここだったら入るかな、立ち位置で小松くん後ろ、はいはいはい、でじゃあ正松さんその後ろに並んで松本さんが一番後ろになります、はいはいはい、この構図ですね、
めちゃくちゃ俺、いい感じだけど、もうこの構図が一枚ですねで、これで、リバカ、行くぜって言うんで、そしたら4人とも鳴子を片手で外側の方の手でこうやってパン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 手を鳴子ってなんですか。そっか、鳴子っていうその楽器みたいなものがありまして、それを持ってよさこいを踊るんですよ。へー、なるほど。本番鳴子があるかどうかわかんないんだけど、鳴子を持ってる手でとりあえず、はい、であの外側の手を出してもらって、よっちょれよよっちょれよよっちょれよっちょれよっちょれよよなのおとりだーって言うんで、そしたらわーっつって思いっきり盛り上がってください。わーっ、それじゃ参ります。いくぜー、よっちょれよよっちょれよよっちょれよっちょれよっちょれよよなの通りだー。うわー、完璧ですね。おお、完璧ですね。でこれはもう新人ハンデッドのみんなもこのよっちょれよのところは皆さん、よっちょれよとわーを皆さん一緒にやるわけでございます。これ元気になるよ、これ、うん、ありがとうございます。これはすごい構成力のある、ありがとうございます。いいんじゃないですか。なんで甘噛みしたの。まあ僕のもね、うん、今後どんどん変わっていく。ひな形じゃないの。いやでも毎回楽しみがあるからね。そうだ、今日はどんなお言葉聞けるんだろうっていう、そういうみんなの楽しみがあるから、ツイッターで募集します、どういう言葉聞けるんだ。大喜利させますもん、高影次第みたいなのがありますからね。はい、まあということでですね、後列を4チーム分作りました。はい、はい、いいんじゃないですか、なんかチームごとのね、そうですね、出て、うん、どういう風に盛り上がっていくんだろうって思います、うん、なんかちょっとなんかご当地のね、やっぱね、こう要素も入ってて、はいはいはい、しますから、うん、これでもう今週末のイベントバッチリですね。これを皆さん覚えてきていただいて、はい、次やると、はいはいはい、これやりますから、いうことですね、よろしくお願いいたします。忘れた場合は事前にあの動画の方確認してください。というわけで最後に今後の K4 からのお知らせはこちらです。2周年記念社員総会がついに今週末開催です。イベント限定グッズの一部は社内販売で販売中なので、ぜひチェックしてみてください。さらに K4 カンパニー社員食堂第1弾が8月10日土曜日から8月25日日曜日まで有楽町丸い8階カフェスペースで開催中です。ん、2周年記念社員総会と同じ有楽町なので、ぜひお立ち寄りください、うん、お願いします。詳しくは番組公式ツイッターで確認してください。それではお相手は小松翔平と浜健人と松本拓也と松山拓也でした。お疲れ様でした。あ、ごめん、戦えて戦えて、もう言わせないよ。ニジスタチャンネル登録よろしくお願いします。